新約聖書、コロサイの信徒への手紙、第一章、一節から二節神の御心によって、キリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテから、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ。私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように。 三節から八節。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父である神に感謝しています。あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからです。それは、あなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものであり、 あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるようにあなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から身を結んで成長しています。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、 愛するエパフラスから学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、また、例に基づくあなた方の愛を知らせてくれた人です。9節から23節こういうわけで、そのことを聞いた時から、私たちは絶えずあなた方のために祈り、願っています。どうか、 例によるあらゆる知恵と理解によって、神の御心を十分悟り、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って身を結び、神をますます深く知るように。そして、神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、どんなことも根気強く耐え忍ぶように。喜びをもって、 光の中にある聖なる者たちの相続文にあなた方が預かれるようにしてくださった御父に感謝するように。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によってあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は 見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も、支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり、万物は巫女によって巫女のために作られました。 巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。また、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。神は御心のままに、 道あふれるものを余すところなく巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ、天にあるものであれ、万物をただ巫女によってご自分と和解させられました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし、今や神は、 巫女の肉の体において、その死によってあなた方と和解し、ご自身の前に、聖なるもの傷のないもの咎めるところのないものとしてくださいました。ただ、緩むことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は、世界中至るところの人々に述べ伝えられており、 私、パウロは、それに使えるものとされました。24節から29節今や私は、あなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のために、キリストの苦しみのかけたところを、身をもって満たしています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを、 私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が、異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを、神は彼らに知らせようとされました。 その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、知恵を尽くしてすべての人を悟し、教えています。このために私はロークしており、私のうちに力強く働く、 キリストの力によって戦っています。第二章、一節から五節私があなた方とラオディキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのないすべての人のために、どれほどロークして戦っているか分かってほしい。それは、この人々が心を励まされ、 愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。私がこう言うのは、あなた方が巧みな議論に騙されないようにするためです。私は体では離れていても、例ではあなた方と共にいて、 あなた方の正しい秩序と、キリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。6節から19節あなた方は、主、キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、溢れるばかりに感謝しなさい。 人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ち溢れる神聖が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。 キリストはすべての支配や権威の頭です。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず、 罪の中にいて死んでいたあなた方を、神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた少書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして、諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて、 公然と晒し者になさいました。だから、あなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これらはやがて来る者の影のに過ぎず、実態はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。 こういう人々は、幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりとついていないのです。この頭の働きにより、体全体は、節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長してゆくのです。二十節から二十三節。 あなた方は、キリストと共に死んで、世を支配する書礼とは何の関係もないのなら、なぜまだ世に属しているかのように生き、手をつけるな、味わうな、触れるな、などという戒律に縛られているのですかこれらは皆、使えばなくなってしまうもの、人の規則や教えによるものです。これらは、独りよがりの礼拝、 偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて、知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく、肉の欲望を満足させるだけなのです。第三章、一節から十七節さて、あなた方は、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、 キリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神の内に隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。 だから、地上的なもの、すなわち、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、及び貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいたときには、 それに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて、 真の知識に達するのです。そこには、もはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、月体人、奴隷、自由な身分の者の,の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者の,のうちにおられるのです。あなた方は神に選ばれ、聖なる者とされ愛されているのですから、 憐れみの心、慈愛、謙遜、乳和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。また、 キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、悟し合い。 詩編と参加と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして、何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。妻たちよ、主を信じる者にふさわしく、夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。 辛く当たってはならない。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして、 上辺だけで使えず、主を恐れつつ、真心を込めて従いなさい。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。あなた方は、御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は、主キリストに仕えているのです。不義を行う者は、 その不義の報いを受けるでしょう。そこには分け隔てはありません。第四章一節主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさい。知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです。二節から六節目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。 同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように。このために私は牢につながれています。私が叱るべく語って、この計画を明らかにできるように祈ってください。時をよく用い、 外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば、一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。七節から十八節。私の様子については、ティキコがすべてを話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟。 忠実に仕える者、仲間のしもべです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心が励まされるためなのです。また、あなた方の一人、忠実な愛する兄弟、おねしもを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。 私と一緒に囚われの身となっているアリスタルコが、そしてバルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もしそちらに行ったら迎えるようにとの指示をあなた方は受けているはずです。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた者ではこの三人だけが 神の国のために共に働く者であり、私にとって慰めとなった人々です。あなた方の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり、神の御心をすべて確信しているようにといつもあなた方のために熱心に祈っています。 私は証言しますが、彼はあなた方のため、また、ラオディキアとヒエラポリスの人々のために非常にロークしています。愛する医者、ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。ラオディキアの兄弟たち、および、ニンファと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてください。 この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。また、ラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。アルキポに主に結ばれた者として委ねられた務めに意を持ち、それをよく果たすようにと伝えてください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。 私が囚われの身であることを心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるように。